11月7日の葛飾区議会議員に立候補させていただく高橋純也と申します。葛飾区議会議員に当選させていただいた暁には4年間で葛飾区での外国人生活保護制度の実質廃止を目指します。外国人への新規支給の停止はもちろん、既存の受給者への保護費支給の停止も目指します。外国人生活保護制度を廃止すべきと考える理由といたしましては、例えば私がアメリカに行って生活に困窮したとしても、アメリカの役所に生活保護の申請に行ったとしても、日本大使館に行って生活費を交通費を出してもらい帰国しろと言われるのが関の山であります。人道的観点から支給してくれと食い下がったとしても相手にもされないでしょう。世界常識ではそんなのは通用いたしません。それと同じように、外国人が生活に困窮した場合には、葛飾区と国が生活保護を支給するのではなく、帰国を促したり大使館に行くよう促したりするべきです。日本人が生活保護を受ける際は、親、兄弟、親類縁者に扶養援助できる人がいなかった場合にのみ保護費の支給対象となります。外国人を援助できる人は必ず存在するわけで、それはその外国政府であります。外国政府は独立した国として存在しているわけですから、保護する能力ぐらいはあるわけです。外国人の保護費はその外国の税金で賄われるべきで、日本の税金で賄うべきものではありません。言い換えれば、日本は外国に税金を納めているというおかしな状況になっています。今後外国人居住者が増えていくことを考えると、日本が外国政府に支払う税金は青天井で伸びていくことになりかねません。日本は半世紀以上にわたって外国人に生活保護を支給し続けておりますが、これを永久に続けるのでしょうか。以前、大物芸人の母親が生活保護費を受け取っていたとのことで、かなりの批判を浴びたことがありましたが、大物芸人より格段に経済力のある外国政府が後ろに存在する外国人に生活保護費を支給することは、もっと批判されていいはずであります。そういった現状を真摯に直視せず、生活保護費を出し続ける行為は、生活保護費の不正受給に行政が加担していると言っても言い過ぎではないレベルと思います。外国人を保護する責任はその当該外国政府にあります。日本に責任はありません。極端な話ですが、外国大使館にこれまで半世紀以上にわたって支給した外国人への生活保護費の累計を全額返還請求したっていいのではないでしょうか。取り返せるかどうかは別にして、葛飾区としてそういった意気込みを見せたり流れを作ることが重要と考えます。外国人に生活保護を支給する前に、その外国領事館と粘り強く交渉し続け、自国に送り返すなり滞在させるのであれば、保護費をその外国政府に支給してもらうなりの扱いの手順を一つ一つの国々と継続して交渉して取り決めておくべきであります。心情的に急に変えられないと言われるのであれば、まずは外国人への生活保護新規支給条件のハードルを段階的に上げていくべきであります。外国人世帯を担当しているケースワーカーなどに毎月外国大使館に保護を求めて陳情に行く条例を作るべきと考えます。今後支給する外国人への
保護費は外国政府に対しての貸付金として計上し、将来返還請求をしたいと伝えるべきとも考えます。外国領事館に責任を全うしてもらうように粘り強く交渉、継続的に交渉することをサボり、安きに流れ税金を出し続ける政治と行政の怠慢を是正していくべきであります。外国大使館から自国民の保護を拒否された場合は、保護できない理由を活動報告として発信していきます。その保護できない理由の収集結果を踏まえ、新たな対策として新しい条例案を常に考え、制定を目指していく決意であります。以上です。ありがとうございました。